こんにちは。ナビゲーターの佐藤美希です。今私がいるのは日本大通りにある消防救急発祥の地と呼ばれる場所。そう、横浜は日本の近代消防のゆかりの地でもあるんです。開港直後の日本にはまだ現代のような公設の消防署はなく、地域住民らによって結成された消防組と呼ばれる組織が消火や防火活動を行っていました。これは明治14年頃、外国人居留地に誕生した消防隊の写真。外国人とともにそこで働く日本人らしき姿も写っています。横浜では昔から住民による防災への意識が高かったのかもしれません。さあ、今日9月1日は防災の日ということで、磯子区の成田さんからこんなお便りをいただきました。横浜の防災を取り上げるのでしたら、家庭防災員、横浜防災ライセンス、アマチュア無線協会、災害ボランティアネットワークなど、市内の各地域で活動を行っている団体を紹介してみてはいかがでしょうか、ということで、成田さん、ありがとうございました。そこで今回は、地域住民が自ら町を守る浜の消防団をナビゲート。消防署とは違った役割を持つ消防団を詳しくご紹介します。地域防災の担い手、消防団。消防署とはどこが違う？消防団って一体何をするの？防災。消防団員の入団研修を体験。あなたもなれる町の防災リーダー。自分の手で自分の町を守る。今回はそんな浜の消防団を徹底的にナビゲート。火を消すためですもんね。そうです。はい、このぐらい大丈夫です。はい、防災・減災について大人も子どもも見て知って学んで遊べるイベント、横浜防災フェア2018が8月25日と26日の2日間にわたり開催されました。このイベントは、学ぼう、やってみよう、自助・共助。消防船・消防艇による放水訓練や地震体験、応急手当の実演など、災害時に役立つ内容が盛りだくさんで、会場は多くの人でにぎわいました。浜ナビ、今回は横浜で活躍する消防団について詳しくナビゲート。消防団と聞いてもどこでどんな活動を行っているのかわからないといった方も少なくないんじゃないでしょうか。実は私もその一人です。なのでまずはお話を伺ってみましょう。知っているようで知らない消防団の役割、詳しく伺ってみましょう。そもそも消防団ってどういうものなんですか？はい、消防団とは消防署と同じ消防組織法で定められた消防機関なんです。普段は本来の仕事や家事、学業をしながら火事や災害時など必要な時に活動してます。じゃあ、消防士とは違ったものなんですか？はい、そうです。消防士は消防署の職員が常に消防業務に専念していますが、消防団は非常勤の地方公務員となり、会社や学校に行きながら火災などの災害時に活動します。ってことは斉藤さんは普段はまた違ったお仕事されてるってことですか？はい、そうなんです。ちなみに何のお仕事されてるんですか？私、飲食店の経営をしております。え、経営者なんですか？そうなんです。消防団は会社員、学生、主婦など18歳以上であれば職種や性別を問わずに入団できるんです。現在横浜市には18区に20の消防団があり、およそ8000人の消防団員が活躍しています。じゃあ火事が起きたら皆さんもその現場に駆けつけるということなんですか？はい、消防士と協力しながら消火活動に対応していきます。え、そうなんですね。はい、となると、
もしもし、あ、ミキ、今夜さ、みんなで飲むんだけど、一緒にどう？うん、あ、いいね、行く行く。もし仕事や飲み会の時に火事が起きたらどうしたらいいんだろう。行かなきゃダメなのかな。いいえ、消防団は普段の生活の中でできる範囲での参加で OK です。無理しなくていいんです、ご安心を。さらに皆さん、こんな疑問もあるのでは。佐藤さん、早く早く。はいはい。あ、え、ん、ホス？そもそも消火活動なんてしたことないし、私にできるのかな。経験ですとか知識がなくても大丈夫ですか？はい、大丈夫です。女性だからこその視点が生かされる場面もたくさんあるんです。また放水訓練や救命講習など各種訓練も活動の中で受けられます。防火衣などの装備品もすべて市町村で用意されておりますので、特別に費用がかかることはありません。そうなんですね、はい、お話を聞いていたらだんだんとこうハードルが下がってきました、はい、ただですね、一番疑問に思っていたのは、町に消防署があるのにどうして消防団が必要なんですか？はい、消防の業務は何も消防活動だけではないんです。救急法の指導や避難誘導など地域の防災リーダーとしてその力を発揮しています。特に風水害や地震による大規模災害の時に、近所に誰が住んでるですとか、ここに家があったですとか、自分が住んでる町だからこそ分かることも多く、地域に密着した消防団の活躍が期待されてるんです。確かに地域の人しか知らないっていうこともありますもんね、はい、そんな消防団に入団して10年になる高橋さん、父親が消防士ということもあり、自然な流れで消防団に入団したといいます。10年もね、続けられてるっていうことは、何か入っていいなって思うことメリットもそうですね、やはり地域の方とつながるっていったところも大事ですし、あの仲間ができたっていうのが一番の、はい、強みです。なんかその、ね、はい、仲間っていうのがいいっておっしゃいましたけど、はい、そうですね、皆さんのやっぱりそういった関係性も素晴らしいんですよね、うんうん、そうですね、なんですかね、あの大人の女子の部活動みたいな。え、部活動ちょっと大げさですかね。横浜市の消防団では現在およそ1300人の女性団員が活躍しています。そのうちの一人、梅雨崎楓さん。彼女の職業は保育士。お仕事をしながら活動を続けています。その雰囲気っていかがです？そうですね、最初はなんか結構年配の男の方ばかりかなっていうイメージがあったんですけど、すごく話しやすくて、同じ年代の子もいたりとか、お母さん世代の女の方も女性の方も入っているので、すごく温かい雰囲気の中で活動させてもらってます。入ってみて仕事と両立ができるかっていうところが、仕事しながらだとなかなか活動出動とかできないなっていうふうに思ってたんですけど、入ってみたらなんか参加できる時に地域 の、 あの避難訓練とかイベントとかに参加させてもらって、地域の方とのつながりが少しできたかなっていうところで、そんなに難しくなかったなと思ってます。でも仕事の負担とかにもなってないですか？そうですね、むしろあの救命活動、救命措置とか応急手当とかちょっと講習に出させてもらって、技術とかあの知識を得られたのですごく良かったなと思ってます。いや、皆さんの自分たちの街は自分で守るという熱い思いが伝わってきました、はい、こういった皆さんがいると地域の防災意識というのも高まりそうですよね、はい、よかったらこれから新入団員研修がありますので一緒に体験しませんか？私もできるんですか？ぜひよろしくお願いします。佐藤さん、消防団の入団研修を体験することに。斉藤さんに代わって案内してくれるのは江北消防団の加藤さん。さあ、
着替えてきました。これ入団すると一式貸してもらえるんですね。そうです。私たちは活動服と呼んでます。制服じゃなくて活動服。そうです。やっぱりね、着ると気が引き締まりますね。そうですね。ガゼンやる気が出てきました。はい、今日一日頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。あ、皆さん集められてますね。こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。佐藤美希。はい。入団するとまず団長より辞令が交付されます。辞令、佐藤美希、江北消防団員を命ずる。横浜市江北消防団長飯田隆彦、よろしくお願いします。よろしくお願いします。佐藤さん、敬礼もなかなか様になってますね。さあ、いよいよ訓練開始。まずは放水訓練。ホースの先端はこういう風になってるんですね。そうですね。これは40ミリのガンタイプっていう形で、手軽に使えるホースになります。持ち方として、やはり少し前傾で一歩前、一歩前で、はい、体重は前に乗せる形で自分を安定させてやります。はいはい、はい、これを着るんですね。これ夏場でも夏場も必ず、はい、そうです。現場に行くときは現場の、はい、この時期でもこれを着て消火活動するわけですね。そうですね。いやー、サウナスーツみたいです。自分の身を守るという。はい、そうですね。できさあ、いよいよ放水です。続けて、このぐらいでいいんですか。はい、大丈夫です。やってみましょう。では行きます。放水。前に前傾して体重乗せてください。はい。はい、わ、音もすごい。あ、これしっかり腰に据えてないと。そう。しっかりそう、体重乗せて頑張って支えてくださいね。そして私の香りも結構。そう、ムキムキもすごいですね。大丈夫ですか？火を消すためですもんね。そうです。はい。このぐらい大丈夫です。はい。この勢いです。これ動かすときはどうしたらいいですか？自分の上半身を動かすことで左右に振っていただいてもいいですか？体で。はい、そうです。こんな感じですか？はい、そうです。左へ右へと動かしていただいていいです。はい。うわー、でも割と女性でも手軽に持てますよね。そうですね、はい、しっかりこの足を踏ん張っていけば。そうです。抑えられますね。はい、この勢いです。あ、でもちゃんと教わったので安定してきました。そうですね、だいぶもう見てても安心して見てられますね。本当ですか？はい。そろそろ火も消えましたかね。そのぐらいの、はい、それでそろそろ火が消えたということで、バーを水を止めて、バーを前に。はい、はい、はあ。短時間でしたけど疲れたじゃないですか？そうです。一回の放水体験したことはあったんですけども。そうなんですね。ここまでしっかりと教えていただいては初めてだったので、はい、じゃあすごいいい経験をしたと思います。そうですね、はい、でも教えていただければちゃんと自分でもこうやってそうですできるんだなっていうことを分かりました。理解していただいてありがとうございます。はい、もうこれで私ガンタイプのものは使えるようになりました。そうです。ありがとうございます。ご苦労様でした。次は緊急時に役立つ救助資機材の取り扱い訓練を体験。こうした機械も消防団で、はい、持ってます、はい、そうなんですね、はい、どういった場面を想定して、大震災等で、閉じ込められたとかっていう時に救助するための機材です。じゃあそういった場合消防団もこういった機材を使って救助に向かうわけですね。はい、そうですね、はい、しかもお二人とも女性でいらっしゃいますが、はい、使えるんですか？はい、使うように訓練しております。すごい。まずはお手本を見せていただく方に。すごい、火花散ってましたよ。こ
怖くなかったですか？大丈夫です。訓練してます。できるものなんですね。はい、できます。かっこいい。ありがとうございます。私も訓練したらできるんですか？はい、できます。ちょっとやってみてもいいですか？はい、はい、お願いいたします。全開です。回します。はい、できましたね。あの機械自体は重いんですけど、切るときはそんなに力はいらないんですね。ただ気持ちの強さが必要かもしれない。あー、でもちゃんと切れましたよ。やりました。嬉しい。この後応急手当の訓練などを行い、この日の研修体験は終了。内容は各消防団により異なりますが、定期的にこのような訓練や講習会が受けられるんです。いや、最初はすごく不安だったんですけれども、はい、団員の皆さんに本当に丁寧に教えていただいて、私でもできることってこんなにたくさんあるんだなっていう気持ちになりました。そうですか。私たちも最初は本当に学生だったり主婦だったり、本当にそういう経験のないメンバーでやってきて、まあ、負担のないようにみんなが、そして楽しくできるように頑張っています。ですから皆さんにも本当に興味を持ってもらって、消防団の募集に応募していただければいいなって私は思っております。いや、本当に気軽に入っていただきたいですよね。はい、いや、横浜の街はこうした皆さんの助け合いで守られているんだなと思いました。今日は本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。横浜市消防団への入団の申し込みはとっても簡単。ホームページにあるバナーをクリックするだけ。皆さんも自分の街を守る一員になりませんか？今回は地域防災の担い手、横浜の消防団をご紹介していますが、自分や家族を守るために日頃からできること、つまりもしもの時の備えも大切ですよね。そこで日頃から防災意識も高い浜の消防団員の方がどんな備えをしているのか伺ってみたいと思います。防災といえばおなじみ、横浜市民防災センターの吉川さんにもご同行いただきます。伺ったのは西消防団栗原さんのお宅。どんな備えをしているのでしょうか？さあ、こちらにですね、栗原さんのお宅の備えをずらりと並べてみましたが、ちょっとこうご説明していただいてもよろしいですか？はい、こちらは食料品関係ですね。はい、フリーズドライのものもありますし、あります。それからこちら懐中電灯と、あと、衛生用品を揃えているというところですね。いかがですか、見てみて吉川さん。そうですね、まず基本的に備えていただきたいのは3つありまして、はい、水と食料とトイレですね。この3つを完璧に備えていただいていますので、はい。で、今ちょっと注目をしていただきたいのがこちらのシャンプーですね。災害時には水が、自由に使えないということが想定されますので、こうやって水がなくても使えるシャンプーとかですね、お風呂に入れなくても、衛生的に、保っていただきたいので、こういったウェットティッシュとか、そういったものをぜひ、ご用意していただきたいと思います。水が止まってしまいますとトイレも自由に使えない、トイレが使えないと水を、取るのをためらってしまう、トイレに行く回数を減らすために、そうなってしまうと脱水症状等にもなりますので、それを防ぐためにもトイレを、備蓄していただきたいですね。緊急時の備え、ポイントは飲料水、非常食などの食料品、そして携帯トイレなどの衛生用品。災害時は水や電気などが使えないことがあるので、これらの備えがとても重要なんです。
そしてさらにですね、熱を加えなくても、今常温保存でそのまま美味しく食べられるものも販売されていますので、常温で美味しく食べられるカレー、そういったものもご準備いただければと思います。ちょっとカレーですか。はい、実際にみんなで味を検証してみることに。果たしてどうでしょうか。さあ、かけていきますか。あ、もういい香りがする。本当だ。いきますよ。はい。あ、え、意外とトロッとしてる。そうですね。あ、そっちも美味しそうですね。さて、お味はどうですか。美味しい。わー、笑顔。本当。じゃあパパ食べよう。はい、いただきます。はい、牛乳。うん、美味しいですね。本当ですか。うん、冷たいですよ。すごい滑らかですね。ねえ、いや、初めて冷たいカレー食べましたけど、いけますね。そうですね。うん、ここで携帯電話、スマートフォンでの防災情報。横浜市防災情報 E メール。登録しておくだけで、身近に迫っている緊急情報をリアルタイムで入手することができます。ご覧のアドレスにメールを送信し、送られてきた返信メールの登録画面から登録をすることができます。皆さんもぜひご利用ください。最後にお二人に防災への心構えを伺いました。僕、夏休みに東北の方に被災地旅行してきたんですけど、現地の方に言われたのは、震災があってから備えるものは物もそうだけど気持ちも普段から備えていった方がいいよっていうのを言われて、なるほどなって思ったので、ぜひそういったいつでも備えるという気持ちがね、1年に1回とかではなくて、ね、時々思い出すというのが大事かなと思います。万が一の時、有事の際に備えて、常日頃から、自助と共助の、気持ちを、ぜひ備えていただきたい。それを活用していただいて、皆さんのですね、災害に強い家庭、災害に強い地域づくりを目指していただきたいと思います。そうですね、これからも浜の消防団員として皆さんのお手本になってください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。いつ起こるかわからない災害、それに立ち向かうためには地域住民同士の助け合いが不可欠です。地域に密接した活動はまさに防災の要。最後に消防団員の皆さんからメッセージです。消防団に入団して楽しい仲間づくりができました。皆さんも、市民を守るために一緒に消防団入団してみませんか。仕事や生活を大切にしながらも一緒に活動ができる仲間が増えるととても嬉しいです。ぜひ消防団に入団してみませんか。いつも番組へのメールやおはがきありがとうございます。横浜市の磯子区森井さんよりこんなメールをいただきました。最近この番組を知りました。子どもの頃、伊勢崎町の縁日によく行きました。とても懐かしい思い出です。これからも横浜の新しい情報や古き良き場所、横浜の歴史などを楽しみにしています、ということで、森井さんありがとうございました。特集楽しんでいただけたようで嬉しいです。このように番組への感想や横浜市に関する情報をお待ちしています。読まれた方にはこちらの番組特製クリアファイルを差し上げています。たくさんのお便りお待ちしています。今回は横浜の消防団の活動をご紹介してきましたが、いかがでしたか。私も最初はあまり知らなかったんですが、会社員や主婦、学生など職業も年齢も関係なく、たくさんの方が活躍されていました。女性も多かったですよね。また自分たちの手で自分たちの地域を守るというのは、
防災の意識も高まりますし、また火災や災害時などいざという時の助け合いにもつながります。今回の放送を見て横浜市の消防団に興味を持ったという方は、地域のためにぜひ一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。